おはようございます。ライフサイエンス統合データベースセンターの中澤と申します。今日の午前中は私が担当します。昨日の大桃さん引き続いて、やらさせていただきます。で、これが今回の昨日今日の講習会のページなんですけど、ここは皆さんは場所分かりますかね。今日の私の話っていうのがちょっと分かんないかもしれない。そうですよね。最初の GitHub ページからちょっと見せて。左切れってるけど、気のせい。いや、気のせいじゃないね。こうね。はい。でお送りしたなんだ、僕なんじゃない方の根っこ の, ページがこうですので、当時なかったんですけど、アップデートされて、下の方に行って、どこ行ってるかな、そうそう、の中里ってところ、体裁直しましたよっていうところ、左側をクリックすると、出ますってことですね。と、今回の私のところが、こう、出るようになっております。はい、今教えます。メールで送ったページの下 の, リンクが、GitHub.com スラッシュ ajax-training の ajax-a2 とこまでいくと、多分こっちの、これじゃないや、これの根っこのページが出まして、でそこのここの私の右でもあるかな、そうですよね、うん、でこの一等上のそのディレクトリー構造のとこから中里っていうのを選ぶか、もしくはこの下のこういうプログラムのこの講習2,567っていうところをクリックすると、これの今回のページが出ます。いいですかね。そうしましたら始めますけれども昨日と今日で発言の解析っていうのをやりまして、で、これだな、昨日その大桃さんがやったのがこの「やったこと」ってとこに書いてあるやつで、まずネット上にある、NGS のデータを落としてきて、これは何だっけ、 EBR のページかな。で同じものがそこのスパコンのところにもあるので、そこからでもいいですよって話でした。であとリファレンスの配列を取ってきて、でこの取ってきた NGS のデータに対してファスト QC でクオリティチェックをして、でその結果を見てトリミングって言って、アダプターとかの端っことかの配列を取って、で、このリファレンスとあとこの NGS の2つのデータを使ってトップハットっていうところで、ソフトを使ってリファレンスのどこに、このリードがこう貼り付くかっていうのを計算を、多分一部してなのかな、っていうところまで、行ったと思います。で、ちなみにちょっと先走って、今日の話だけすると、今ここでリファレンスに対して、NGS のリードを貼り付けたので、その結果結果をもとに、遺伝子の発現量ですね、どのくらい遺伝子が、出てるとか出てないとかっていうのの計算をカフリンクスっていうのでやりまして、で、今回のサンプルが、0,2,5,7,10 とかそんな感じだったので、そのサンプル間の間で発現がどう変わったかっていうのを見るために、本当はカフディフっていうのをかけるんですけど、そのカフディフをかける準備としてまずカフマージっていうので、カフリンクスの結果を合わせて、で、発現量の比較をカフディフっていうのでやりますと。でそうすると、
昨日からずっとやってるのにコマンドでパーッと打ってペッてやるとこのカフディフが走って、まあ、静かに終わるわけですけど、静かに終わるだけでコンピューターは何もやってくれないので、それを、カマーバンドっていうこれ R スタジオとかを昨日入れたと思うんですよ。それで、カマーバンドっていうのを走らせてこのカフディフの結果を読ませて、まあ、解釈のその1として、この発言量の比較みたいなのを、図にするっていうのをやるの と、あとその解釈の2つ目として、これは別にあのタイムコースはあんま関係ないんですけどその各々のデータに対して、増えた減ったとかいう遺伝子がどういうその生物学的にどういう意味を持つような遺伝子なのかっていうのをデイビッドっていうこれはウェブサービスですけどをかけて、解釈をするという流れになってます。はい。で、トップハットを多分昨日皆さんかけられたと思うんですけど、かけてみて何か動いてなかったとか終わらなかったとかいうのはございますでしょうか。かかりませんでした。途中でこけてた、落ちてた。ああ。終わった人は大体何時間ぐらい。僕ちょうどこの MBA 2012で10時間かかった。終わってない。終わってない。それはやっぱりエラーを出して、まだやっている。ああ、なるほど。これ小さいな。ちょっと今仕込みをしてますけど、結構ねかかるんですよね。スクリーンして R して今日やるところがこれで言うと、トップハットカフリンクス113ページのところをやるんですけど、その前のトップハットのところはここに載ってますよね。昨日トップハットをかけたのが112ページだと思うんですけど、狭いな。例えばそのトップハットの、いや今ここではやらないですけど、ここで何か例えばこの例だと2とかなってて P の2とかでこうここでゲノムが入って、なんだっけ、なんちゃら違うなんちゃらんファストチューニングだよね。ポイントはどこって書いてあった。小さいかな。こうやってトップハットって書けて、P これ同時のプロセス数で -P ってやって、今この例だと2とかなってて、でハイフンの G でやってるよね。ハイフンの G で、ゲノムにやってゲノムをやって、あとなんかハイフンオーのアウトプットが何とかで、ファストキーに対してファストキーをこのゲノムにマップしますよっ
ていうのをやるんですけど、ここの P の2っていうのがあの一緒に走るそのスレッド数なんですけど、ここの数字を低くしちゃうと、まあ、長くなるわけですね。時間がその同時に走るのが減っちゃうから、ここの数字を減らすとあの長くなるんですけど、じゃあ16とか32とか100とかにしたらいいかというとそうじゃなくて、それはこの使ってるパソコンのスペックによるみたいなのが、どこだったかな、確かファスト Q のところに書いてあったような気がしたけど、で、ちょっと具体的にどっかに忘れちゃったけど、私の机にこれと同じものがあるんですけど、これでやった時にはここを P を8とかにして、やったりしました。で、あそこそこ、ここの今112ページの下のとこですね、下の一番下のここの中を見ると、CPU コア数については以下の方法で確認できるっていう感じで書いてあって、せっかくだからやってみると、間違っちゃった。今見かじ上私ノートパソコンでやってるように見えますけど、そこの机の上にあるこれと同じものに今ログインしてやってて、で例えばこれ多分同じスペックだと思うんですけど、この112ページの一番下のシステムプロファイラーなんとかっていうのをかけると、ここ12とか出るわけで、まあ、この数字が大体の参考になるわけですね。であとこんな感じですね。はい、もう一回やろうか。あと、またこれもなんか字が小さいと怒られそうだけど、普通にこうファインダーがあって、ね、ここのユーティリティとかのアクティビティモニターっていうのがあるんですけど、ここをポチポチっとすると、コマンドライン上でいうとトップコマンドを打ったみたいなのが、これに出て、ここで出てて、これ小さいから絶対怒られるんだけど、ここが CPU で、 CPU 時間で、スレッドでとかって書いてあります。で、それのグラフが今ここに出てるわけですね。こうあって、どんぐらい使ってるかっていうのが、で全体的に例えばシステムが 1.76% のユーザーが 2.21 の待機状態が 96.03 とか書いてあるわけですよ。で、同じマシンでたくさんなんかいろんな仕事をさせてると、もう CPU がもう上がってるんで、トップハットとかかけちゃうとここが超えちゃって落ちちゃったりするわけですね。で、なんかスカスカだなと思ったら、ちょっとこうがっつり負荷かけてみようかなみたいなことが、このグラフとか、もしくはあのコマンドラインでやったらトップコマンドとか打って、実際にやってみるとトップって打つと今のリストがこうターミナルの上で動いてまして、で、ここのあたりに CPU のユーセージが 8.1 で、ユーザーが 3.69 で、アイドル、あのお休み状態が 88. 何歩とかこう出てるわけですね。で、これ割とスカスカだなみたいなのが分かるので、ちょっと P の値を大きくしてみて、で負荷がどんぐらいかかるのかっていうのを、例えば最初だけこのアクティビティモニターとかも使って、まあ、もしくはトップコマンドとかでこう眺めてみて、で
例えば最初4とかでやってみて、あまだまだいけそうだなと思ったらちょっと8とか6とかにしてみるとかいう感じでやると、この P の値が調節できるかもしれません。システムプロファイラーでそのコアの稼働者が2ってなってたんですけど、なんでかわからないけど4だと思ってて、はいはい、4って言ったらできたんですけど、ああね、そこがマックスですっていうわけでは一概になくてだと思うんですけど、あ違う、コア数ですよね。今見たコア数が2個でも、最近のこのインテルのプロセッサーって2個あるように見えるんです。てか2個まで仕事ができるんです、1個あたり。だから 2×2 で4です。ハイパースレッティングって言うんです。だからこの黒い子は12個は本当はコアがあるんですけど、スレッド数としては24までいけるんです。そういうことです。すみません、ありがとうございます。CPU 負荷はそれでチェックしてたんですけど、はいはい、負荷がだいたいユーザーの場に 20% とか 30% で推移してたんですけど、はい、それは何もやってない時に、はい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 、それくらいで稼働させるものなんですか。それとももうちょっと負荷かけても、他にすることなくて負荷かけても、ああ私やった時にはこれ 80% ぐらいまで負荷をかけても大丈夫でした。CPU のコア数のところを調節したら、そうそう、かかっていくと。そうですそうです。ただじゃあトップハットなんちゃらペッてやっていきなりトップスピード出るかっていうとそうじゃなくてそのマルチで走らせるところと、シングルっていうかちょっと少なめで走るところとあるので、あなんか最初だったらしてるからもうちょっといけるやと思ってやると、後でバッと増えた時に超えちゃって落ちちゃうっていうのはあります。じゃあ実際はそのこれでシステムプロファイラーで出てくるコア数を超えて試してみるっていうのもありっちゃう。だからさっき言ったように、今これシステムプロファイラーで12って出るんですけど、これ1個あたり2つまでスレッド立てられるからマックス24ですね。はい、そうですね。でもこれでやったときにはこのグラフを見ながら私ちょっと暇だったんで、どんぐらい変わるかなと思ってしばらく見てたんですよ。で8ぐらいでこうどうだったかな、トップハットとかは大丈夫なんだけど、ものによると 70%80% までこの状態から行くときがあるので、多分この12でやって8ぐらいみたいな。トップハットはちょっと覚えてるんですけど、カフリンクスはちょっと低めで、カフディフだったかな、カフディフかなんかが結構上までいっちゃうみたいな感じだったような気がしますね。いや、こういうなんていうかな、デスクトップ、いわゆるデスクトップみたいなやつで、やらせましょうと。で、もう帰るからあとは仕事しねピッてやるときはちょっと負荷多めにすればいいと思うんですけど、例えばノートだったらこう書類も書かなきゃいけないからワードを立ち上げるとかするとワードでガバッと取られたりするので、そういうときはちょっとこう抑えめにとかねやる感じですよね。コア数試して、ね、作業の途中で変えるわけじゃないですね。変えられないですね、うん、で Mac の場合はどっちかというと優秀で、例えば 100% いくとただ画面が固まってなかなか先に進まなくなるくらいのもんで、あでもトップハットだったらなんかちょっと超えるといきなり落ちたりしますけど、普通のなんかブラウザーとかが動作がもっさりするくらいで、いきなりそのブラウザが落ちるみたいなのことは経験的にあんまりない。でも多分一番先に死ぬのはトップハットでしょうね。
という感じで、でもまあ先に進まないといけないので行くんですけど、トップハットの結果を持っている人は先走ってガフリンクスをかけてみましょうか。こんな難しくないはず。あの113ページのところにあの例も含めて書いてあるので、カフリンクスの -p の、昨日のトップハットとほぼ同じですよね。カフリンクスの p のでコア数を入れて、でハイフの今度はあの小文字の g でアノテーションのファイル、このホモサピエンスからずっとこれフォルダーがな、フォルダーの深く深くまで掘っていって、最後 genes.gtf っていうこれアノテーションのファイルなんですけど、ここが遺伝子だよって書いてあるようなあのファイルですね。でその後、昨日トップハットの結果であるトップハットリザーツ のなんちゃらバムっていうので、書いて、でハイフンの方で、出力先としてそのおのおのの ERR266335 とかなんとかの、カフリンクスリザルツっていうディレクトリを作って、その中に結果をやってくださいっていうことになっています。ちょっとなんか今ここ長くてすごい恐縮なんですけど、普通に例えばカフリンクスってやるとこういう感じのが出るんですね。でこれ実はヘルプページで、どうだったかな、こうだっけ、ちょっとおまじないやると、今バーッと流れちゃったから上の方は見えなかったと思うんですけど、上に例えばこれカフリンクスのバージョン 2.2.1 で使い方はカフリンクスでオプションってつけて、さっきやったトップフィットのあトップハット の結果をここに書いてくださいねと、でオプションはこんだけいろいろありますよっていうふうに見れるようになってまして、さっきはすごいこう長かったので一気にここまで行っちゃって、なんか謎のメッセージだけピラピラっと出て終わっちゃうみたいな感じになってます。で、実際にやるときは、カフリンクスの、-p の例えば8とかやって、-g の今度アノテーション情報を含む gtf ファイルって書いてますよね。でこの場合だったらその何て言うのかな、例えばこのテキスト通りにやるとホモサピエンスとかこうなるわけですけど、ですね、こうなんか多分昨日の大桃さんのやり方っていうか、ファイルの置き方によっていろいろ変わっちゃったりしてるようなことがあるし、あとはそのなんていうかな、今回はこれに従ってやってるんだけど、今後例えば自分のデータでやろうとするといろいろこの辺が変わってくるわけですよ。で8で例えばハイフンの G で、でここでディレクトリ、その場所を指定してあげないといけないんだけど、どうしようかな。多分皆さんユニックス、これターミナルとか使ってるから釈迦に説法な気もするんですけど、こうちょんちょんすらで1個上のディレクトリとかいうのって分かります？分からない、人によるかな、もうちょっとちゃんとやると C
知らない人のために一応言っとくと、例えば、なんかコマンドを打って ERR、この ERR266335 アンダーバー P0BAM についてちょっとなんかやりたいなっていう時に、まあ、なんかコマンドを打って、でその ERR なんとかってなんぼやったっけって思うわけですよ。でこの状態でキーボードの左の方にタブっていうキーがあると思うんですけど、押すとこうやって、もう今これ ERR から始まるとこれしかないから、途中のこの辺ぐらいまで打ってタブって押すと、もうあと1個しかないからピッてここまで保管してくれるんですね、っていう機能がこの、まあ、ターミナルっていうか、これ、この中ターミナルの中で動いてるシェルっていうのの機能であるんです。で、で何が言いたいかっていうと、そのこうやって書くわけですけど、で、手打ちでずっとやっていくと間違えるので、このオプションのハイフンの G とかいうのは間違えちゃうと正常に動いてくれないんだけど、こうやってファイルの指定をするときは、例えば1個上の何とかだっけって このチョンチョンスラって1個上を見るって意味なんですけど、チョンチョンスラチョンチョンスラとかやると2つ上を今こう見てますけど、タブキーを押すとこのリストがバッと出て、どれですかってこうヒントを教えてくれて、でまたもう一回これが出て続き打てるようになるんですよね。だから、ここで、なんかえらいぐちゃぐちゃなところに打てるな、もう一個上かな、ここでちょっと打ってタブキーでどれだったっけってこう見ながら、こういうファイルを指定するところをこう作っていくと、やるとスペルミスもなくなるし、あとこれ実際私やっちゃったんだけど、この数字をなんか打たなきゃいけない時ってあるんだけど、この先例えばラベルとかでERR なんとかで ERR なんとかでって自分で手打ちしなせんといかんところあるんですけど、2と3を間違えてこうなんで動かねえんだろうと思ったら、この ERR なんとかの数字が違ってたっていうのを実際にやるので、そういうなんていうのかな、うっかり間違っちゃった時も保管していくとパッてこう出してくれるんで、そういうのもなくなって、なんとかな、そういう保管機能なので、そういうのでここのところを作っていくとミスが減るはずです。で多分さっき の, 間違った例は、この こういうハイフン P とかハイフン G とかいうオプションがどっか間違えてるか、もしくはそのこういうファイルのありかみたいなどっか間違えてて、こう正常に動いてないと思います。トップコマンドで見ると今、ここねカフリンクスがだいたい、なんかちょっと上がったね、500とか700とかいうユーセージを出してて、で全体的の負荷が今4割ぐらいですね。もうちょっと行ってもいいかなとか、こういうところを見ながらさっきの P の値を考えるわけです。それに 90% ってあまり良くないですか、こっち。そうです。ああちょっと良くないかもね。いろんな入力が受け付けなくなるとか、あとその突発的に一回超えちゃうと、あ
能性にアウト。アウトになる可能性がちょっと出てくるので、こう例えば、ほっといて帰るとかいうんだったら、それ以上なんだろう、自分で操作するっていうことでコンピューターの負荷が上がらないから、まあギリギリいけるかなと思うけど、その普段仕事しながら裏でこういうのをやってて、実は 90% とかだと、多分自分でいろいろなんかやってる時に、なんかブラウザが重いなとか、こう1枚開いたら落ちたとか、そういうのがあるかもしれません。終わるの待ってたら、でも時間全然足りないので、はいはい、急いでください。で、皆さん、カフリンクス、違う、これだ。このコマンドを打って実際に走らせ始めるところまで、とりあえず行こうと思うんですけど、そこまで皆さん来ました？もうちょっと言うと、この113ページの真ん中ら辺にカフリンクス、この例で言うと -p の2の -g のホモサピエンスなんとかかんとか GTF の、トップハットのなんちゃらの ERR266335P0 バムで、カフリンクスリザルツっていうところに出力してくださいっていうのが、この辺に書いてあるんですけど、そのコマンドを実際に動かして、この辺りが動き始めるところまで行ってますか？どうですか？やってますか？まだですか？まだの人。1人。どうでしょうかな。10時。そしたら説明をしちゃうと、今こう。カフリンクスってのをかけて、で、ここで見えない。よ。GenesGTF っていう遺伝子のアノテーションのファイルと、あと、トップハットかけた結果の、あ、これこっちか。バムファイルを指定して、でこれに対して、遺伝子がここだよって教えてあげて、発現量の、FPKM っていうのを、やると。で、その結果をこのカフリンクスリザルツのところに作ってくださいねっていうコマンドを打つと、こんな感じで始まり、これ終わったらいいか、こんな感じで始まりまして、こんな感じで終わっていきますと。でちなみに今この FPKM っていうのをやってるんですけど、これって何かっていうと、フラグメンツパーキロベースオブエキソンパーミリオンマップとフラグメンツかな。で、FPKM っていうものです。で、せっかく作ったから見せると、これ IGV っていうソフトがあるんですけど、見えないよな。
ここにゲノムがあるわけですね。これが全体の、今これ7番染色体だけ出してますけど、全体のゲノムがあって、で今この辺を見てて、この赤い番のところね。でそうするとここが今ゲノムのところで、それに対しておのおのリードがちょっと薄いかもしれないですけど、こう張り付いてるっていうのが IGV っていうソフトを使うと見れるんですけど、トップハットっていうのはここのゲノムに対してこれがどこに落ちるかっていうのをこうペッペッって貼っつけていくわけですね。で今カフリンクスでここの厚みみたいなのを見てるわけですよ。で物によっては例えばこんぐらいしか貼られなくて、物によってはこんぐらい貼られてみたいなのをがその発現、どんだけ貼り付いたかっていう量でもって、その発現の量っていうのをまあカウントしていくわけです。で例えば遺伝子がこんぐらいで、ここからこの辺ぐらいで何本張り付いたってカウントしちゃうと、その遺伝子の長さが長いとそれは張り付く本数も張り付く箇所が多いからこう増えるじゃないですか。なのでそれをこの遺伝子の長さで、まあ簡単に言うと割ってやって、単位長さあたり何本張り遺伝子、遺伝子 の, その単位長さあたり何本のリードが、リードというかフラグメントが張り付いたかっていう計算を今カフリンクスでやってるわけです。で皆さんカフリンクスをかけ始めていると思うんですけど、ちゃんと動いてますか？大丈夫そう。でちなみに終わるとですね、ここのカフリンクスリザルツかなの中を見ろってやるとこうやって出てきて、これは、こっちに書いてあったかな、ここの113ページの、下から2番目の黄色い四角にも同じことが書いてあるんですけど、カフリンクスが終わるとこの4つのファイルができると。でこの先この transcripts.gtf っていうのを使って先に進むという感じです。まあこれ多分見ると分かると思うんですけど、ちゃんと遺伝子としてくっついたやつとか、あとまあなんか飛ばしたやつとかいう感じの、まあ、意味でございます。そしてその結果って一応ちゃんと把握しておく必要があるんですか？それともポリムーズであるからあまり。把握ってどういう意味ですか？把握ってどういう意味？だから変なスキップされてるのが多すぎるとその次に進まない方がいいとか、なんか怪しいなとか。基本的には全部トップハットの時にマップされなかったやつがアンマップに行っちゃってるで、そのマップされたものだけ使ってるから、そういうのまああんまりないはずですね。そういうのは、はいはい。ただバイト数がゼロだったらダメ。まあマスピースとかかけていろいろそっちの方がチェック。同じデータだから大丈夫です。大丈夫まあどんだけロスったかっていうのがね、こう最後のなんだろうまとめの時に結局どんだけの遺伝子を使ってんのよとか指摘された時には、まあなんかそういうところをたどって、全体最初のうちファスト QC でこんだけ落ちて、でトップハットでこんだけ落ちてみたいに、こう計算というかたまにこう言われるときはなくはないと思いますけど、とりあえずまあファイルを残しておけば後でそれ振り返れるし、あとその先ずっと進んでいくとこう本当にひどいとそこだけなんかデータがなくなっちゃったりとかしてエラーが入ったりするので、まあ多分わかるような気がしますね。でちなみにtranscripts.gtf をこう中身を見るってやるとこんな感じで、どこからどこまで どっち向きでどんな遺伝子みたいなのがこう持っているようなファイルが測れます。すみません、さっき貼り付く件は違ったんですけど、X
層をまたいで入ってきたらどうやってカウントしてるんですか。どうやってカウントしてるんですか。その結果を見るとなんかエクソン単位でカウントしてるっぽいんですけど、はい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 、なんか例えばあのエクソン 1,2 があってそれをまたぐよりなんかくっついたときに2つにこう同じようにカウント、なんか変なこと言ってるんですけど、カウントをどうやって2つに両方ともカウントしてるようにしてるんですか。あのその辺はちょっともう非常に細かいので、はい、あのヘルプ呼んでください。僕らもちょっと答えれないそういうの。いや、あの、うん、ただ基本的には同じところに行ったやつはあの分配するとそういうことした。あ、そうだから平均しちゃった。吉名にやってるとしか言わなくてなこれはけど実を言うとカウントのファイルじゃなくて、これはどこに同時遺伝子があったかという染色体、一番前の1って一番染色体のここからここまでがエクソンでしたという、まあ、形になって、それの、発言定理はこの後でまた出てきます。はい。後じゃないわ、別のファイルですよね。ジーントラッキングとかそっちの方。ジーンズ .fpkm トラッキングとかそっちを見るんですけど、あのその fpkm が値が出てるの。そういうのはあの分配ルールはアプリケーションごと違ってて、そこがこのプログラムを信用しないっていう人がいる。そうだから ここ今 FPKM でやってるんだけど RPKM がいいとか、これはあのマイクロアレイの整地化問題みたいなもんで、こうみんないろいろなこと言ってるんですよ。やっぱりこっちやきゃダメだとか FPKM なんか使うのはなんかあのダメだとかいう人は結構います。なんだけど昨日の夜のディスカッションしてた通り、あのいいデータだったら必ずあのなんかいいのが出るんですよそういう細かいところで勝負するのはマイクロアレイの時と一緒で、ですね。はい、時間なので無理やり先に進みますが ちなみにカフリンクスで何かエラーが出たとかいう方は大丈夫。ちなみに何か書けたのがもう終わりましたとかいう人は1個でも終わったっていう方いますかね。さすがに終わんないですよね、うん、これでもまだ途中なので多分まだ終わってないですよね。そしたらですね ちょっとどこまでやってもらうかなんですけど、どうしようかな。とりあえずまあカフリンクスをかけるとこういう、まあ、4つのものができまして、で、このテキストによるとこのトランスクリプツ .gtf っていうのを今後使っていくんですけど、これを、1個にまとめるっていうのがあるんじゃなかったっけな。うん、まとめたい。今これがERR26633 5P0 のこのトランスクリプツ .gtf なんですけど、これが6つ分かな、337とか338とかの分これができまして、でこれを1個にまとめますっていうのが113ページの1等下の四角に書いてます。で
やってみてもいいし、これすごい、なんだろうな、ただ打つだけなのでこっちで実演だけやるってもいいんですけど、ですね、今どこだこれ、うん、このテキストだと例えば LS のトップハットリザルツの ERR335 のアフリンクスリザルツのトランスクリ、あれここね、このテキストの例だとこの LS のトップハットのなんとかのって1個打って、次にまたトップハットのなんとかの ERR なんとかの33、次何もだったっけ、349のこうか、カフリンクスリザルツのトランスクリプツジッDF のってこうやってるんですけど、めんどくさいじゃないですか。で、これなんかちょっと今桁折れしちゃってますけど、 LS ってやってこれ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 ってやるんですけど、ここのとこだけ変わるんですよね、この ERR266335 っていうのが。でめんどくさいなと思ったので、ワイルドカードっていうのがあるんですけど、まあ多分割と皆さんご存知だと思いますが、ここ本当は335のなんとかってこう書かなきゃいけないんだけど、あの変わる部分はアスタリスクであるんですよ。で、今回の場合だったら、6つ書いてそれをトランスクリプツ、なんだっけ、トランスクリプツ GTF テキストに吐きなさいよって書いてあるんだけど、とりあえずこれでちゃんと動くかどうかっていうのを打ってみたら、こうちゃんと出るわけですよ、こうやって。あ、もうこれでいいじゃんと思ったので、多分ここのところはですね、ワイルドカードを使ってかけて、ちょっとなんか今オリジナルのあるけど、まあいいや、こんな感じで書くと、つら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 ってここの部分だけ変わってですね、ここ一緒でっていうのを、まあとりあえず全部リストしてみって言ったらちゃんと出るので、このテキスト と、114ページの2番目の黄色い四角と同じのが出るので、これで多分いけるはずです。なので、6つ分打たなくて OK。で、ってやると今、トランスクリプツ GTF.txt っていうのが、まあ、できたと思ってください。で、できたら次はカフマージっていうので、マージをします。で、
まあ、容量は今までのカフリンクスとかと同じノリで、まあ、同じようにこう、かけられて、115ページの右下の黄色い四角ですけど同じようなノリで、カフマージってコマンドをかけますよ。で、8プロセス使ってハイフンウォーターアウトプットだから FPKM アンダースコアコンペアっていうところに出力しなさいよ。で、アノテーションのファイルは小さい小文字のハイフン G で、こうかけてなんとか GTF ってなって、で、今度ハイフン S っていうのでゲノムの、情報を指定してあげて、で実際にやるのがこの transcripts.gtf.text っていうのを相手にカフマージしなさいっていうのをやると、まあ、同じように今みたいなノリでこうずっとこういう感じでやってくれて、で一応まあこうパーッと出て若干時間かかりますけど終わります。これもあの8コアとか使うんでそれなりにあのかかるんですけど、まあ、同じようなノリで終わっていきます。で、次カフリフをかけますが、ここまでいって次が、116ページまでよいしょ出まして、これも同じようにちょっと切り立てんな、こうやってかけていきますけど、どうしようかな。今カフリンクスかけてる上にカフリフとかかけると多分いっぱいいっぱいだから。見せるだけにするか、やってもらうか。もう止めてもらった。じゃあ止めてもらいましょう。カフリンクスちょっとカフリフを実行してみたい人は止めてください。最後までやりたい人はやっててもいいんですけど、多分カフリンクスやったりカフリフやると両方のパフォーマンスが非常に悪くなる。止めるときはコントロール C ってやると止まります。これいけるかな。
ちょっと今試しにやってみますか。違う。こうか。あ、しますします。全然説明してないか。これで心配になっちゃった。あ、ごめんなさい。これで動くのかな。動きそうですね。カフディフっていうのをかけるんですけど、説明書いたかな。書いてないか。この例で言うと、まあ、カフディフっていうコマンドをかけますよで、同じようにこう CPU を何個使いますかって -p で指定をしますと。で、まあ、ちょっとおまじないで、アッパーなんとかっていうのが、これ116ページの真ん中ら辺に説明ありますけど、上位 25% を除いた最小値から 75% の位置にある値の平均値に対してみたいな、こういうおまじないをここにカッパって書いて、で出力先、どこに作るかっていうのをこうカフディフリザルツっていうところで、こうですね、はい、書いて、でこのあとラベルって、ラベルっていいんですね、サンプル名をここにこうここに書くようになってまして、試しに何か2つぐらい。3,4,7 の例えばアダールトみたいなのを作ってあげて、で、あ、そうか、なんか分からない、なんか分からない、大丈夫ですか、なんとか分からない、でこの FPKM コンペアっていうので、さっき、カフマージで作ったやつをここに書いて、で実際のバムファイルをここで指定を、すると、ここか、
でチョンってやるんですけど、バムファイルが2つはないとカフディフが、まあ、当然違いが取れないので、でも大多数はバムファイルが1個しかないのかな今。まあそれはそれで進めて、はいはい、くださいはしょうがないので、今また配ってると思う時間ないので。でやるとこんな感じで動き始めるんですけど、皆さんのパソコンは新しいパソコンですかね。このここの右上の左上のリンゴマークでこの Mac についてってやると、これ今このノートはバージョン 10.9 ってちょっと古めのパソコンなんですけど、この Mac の、バージョンと、あとまあ例えばカフディフのバージョンとかたまにこう勝ち合わなくて当たっちゃってこのカフディフが落ちる時があるんですね。で、これ実際に落とす例なんですけど、3分クッキングで落とした例がここのウェブに載ってますけど、ここに今ここの行が今ここでちょうどあって計算してますけど、多分しばらくするとセグメンテーションフォールトみたいな感じで、落ちるはずです。で、これここの後ろにですね、ちょっとしばらくめくっていくと、何ページだろうな、大桃さんの奥様がやられたのが133ページから、再現が書かれてて、で、139ページの13から15日目のあたりでカフディフが動かないっていうのが確かに出てきて、でカフリンクスのバージョンを下げることで実行できるっていうことに、なってまして、よいしょ、こうやって落ちるのはですね、割と先人の人が同じようにはまってくれてるので、例えば、この場合だったらカフディフっていうのと、セグメンテーションフォールトとか言って Google で検索すると、そのNGS 界隈の人がこうやって落ちるんだけどどうしたらいいかみたいなのが掲示板とかで書かれてて、でそうすると 2.2.1 でこう動いてるんですけど、2.1.1 にすると動いたよみたいなのがこう分かるということになってます。でじゃあ 2.11 を入れようかっていう感じで、そのあたりがどっかこの辺に書いてあって、どうだったかな、
ちょっとにわかに出てこないんだけど、どっかに書いてあってですね、バージョン低いのを、あ、これか、114ページのカフリンクスが動かない場合の対処法の ② ってところに、バージョンをダウングレードするっていうのがあって、ここでダウングレードの仕方が書いてます。で、私のこの資料にもやり方をちょっと書いたんですけど、まあ、カフディフとかで Google 検索してダウンロードして 2.11 落としてきてってやったりするわけですね。で、試しにまあこう落としてくると、カフリンクスの 2.11 の Mac バージョンのなんとかのター GZ っていうのが落ちてくるわけです。で、こういうのの対処の仕方を確か昨日大桃さんか坊野さんか喋ってたと思うんですけど、ターっていう、これもともとテープアーカイブの略でターなんですけど、なんかちょっとおまじないでこうGZ 形式の解読みたいなのがエクストラクトのちゃんと、確認してっていう部位の、GZ 形式のみたいな感じでこう、まあ、この順番はどうでもいいんですけど、こういうのをつけて、でこうやってやると展開をしてくれて、で中を見るとこうやって、もう一回やろうかな、ほどくとこうやって、まあ、出てきてて、あ、なんかここにあのプログラムがバイナリ形式で、要するにこのまますぐ動かせる状態で、カフディフが置かれてる、配られてるっていうのが、まあ、Mac 版を落としてきてるんでね、普通 こんな感じになってるのも、まあ、若干当たり前な気がするんですけど、なってます。で、大桃さんの場合は、ホームブリューで入れてて、でそれをアンインストールして、でこの 2.11 で置き換えるっていうやり方が書いてあって、それはここまでいったら、そうね、こういうファイルを、そもそも今カフリンクスとかカフディフとかかけてたりするわけですけど、こうだな、どうしようか、ブリューで入れると、本ブリューで入れるとユーザーローカルビンっていう下にこういう、カフリンクスとかカフディフとかが入るんですね。で今やらないけど、ブリューのアンインストールの、カフリンクスってピッてやると、こういうやつが消えちゃう。でじゃあさっきほどいた 2.11 のやつをここに CAF なんとかをユーザーローカルビンにコピーってやると、今ここにあったのが 2.2.1 なんですけど、今ここでコピーしようとしたら 2.1.1 だから 2.1.1 がここに入ると、同じに入って置き換わるっていうやり方を大桃さんは紹介してます。で、こうですね。で、それがこの、対応その1っていうやつで、そうそう。まあ、ちょっとスクリプトとかこの書き方は大桃さんのと若干違うんですけど、まあ入れて、ここでアンインストールしてほどいたやつをここに、インストールをしてて、で他にも何かいくつかあったんで、それも、コピーをしてると、ただ ここのユーザーローカルビンってあんまりこう何て言うかな、
普通の人がいじれないようになっているので頭にスードスードっていうのをつけて、自分の権限をファイルのコピーとかするのを上げて、許可してこのコピーって、まあ、やらないと多分いけないと思うんですけど、こうやってコピーするっていうやり方を、やってます。であとこのやり方がいいのかどうかちょっと分かんないですけど、置き換えないバージョンのをここにちょっと書かせてもらってて、でそれはなんか今エクスプレッションというところにみんな皆さんデータとか置いてると思うんですけど、その下に例えばツールズって自分のなんかプログラム置き場みたいなのを作って、でそこに入れちゃう、今のやつをほどいたやつを入れちゃう。で、試しにこのツールズのこのカフリンクスの方の、写したやつを 2.1.1 をやってみて、さっきみたいにバーって出たらちゃんと動いたと。で普通はここのツールズカフリンクス 2.1.1 をやらずにカフディフってやっちゃうと、さっきのユーザーローカルビンの 2.2.1 のカフディフが動くんだけど、ちゃんとツールズのカフリンクス 2.1.1 のカフディフを使ってくださいよってやると 2.1.1 で今のやつが動くわけですね。だからホームブリューの 2.2.1 とこの自分でとりあえずここに置いた 2.1.1 を共存させてやるというやり方も一応できます。あ、落ちてねえな、まあいいや。で配ってると時間がないので、もうなんか説明するだけになっちゃって、例えば昼ご飯の前とかにかけて昼ご飯に行って後でちょっとフォローするみたいにできるといいかなと思うんですけど今みたいにこうカフディフでプロなんどんだけ CPU を使うかっていうのと、おまじない書いて、出力書いて、ラベル書いて、アノテーションファイル作って、マップする、マップしたか、マップしたバンファイルを書いてってやると、ガフリフが、実行されて、今こうやって動いてますけど、ここかなり時間、かかります。というか、まあテキストの例だと6つの差を見ているのですごい時間がかかってて、今ここでは2つの、0日かな、0日とアダルトの結果 の, 差を検索、なんだ計算するっていうのをちょっとここで書いてますけど、多分今ここで私が説明してても終わんなくて、でですね、リフリバルトに、終わるとこんな感じで、ファイルが、まあ、できますと。で、この結果を使って、この後カマーバンドっていうので、可視化をしていきますという感じになってます。で、どうしようかな。配った時間がなかったんですけど。もう一回やる。はい、ちょっと。カフディフの結果を。カフディフの結果を。カフディフの結果どれをやります。それによっては僕も手伝えるんだけど。全部。全部版だと。全部版しか無理なんじゃないの。そうですよね。全部版なら入ってるけど、これ入ってるっていうか。僕物によって入ってるんですね。物によってある、はいはい、でどれを渡す、僕が渡したやつですよ。右が
入れて、うん、これがないとダメだね。そしたら今適宜カフディフの結果をお配りするように仕込みをするので、カフディフの結果は実はあのここに入ってます。いっぱい USB メモリーが入ってる、はい、素晴らしい。この USB メモリーに入ってるはずなんですけれども、入ってると思うので、入ってないの引いたら入ってると思うんでこの辺ちょっとカフディフっていうディレクトリが出てきたんですが、あったらあのそれをコピーしてください。カフディフっていうディレクトリが出てくるんで、あったらです。じゃあこっちにとりあえず困るな。今配ったあのメモリーで、ボーの清水って書いてあると思うんですけど、ボーの中にあのカフディフっていうのがあります。いません。あるのがあの使えるやつです。ちょっと、はい、あると思います。なかった今あの大体読みお届けします。ちょっとダメだったかなかったですか。あ、それです。それ正解。よし、はいはい、ハードディスク余ってるところは、カフディフだけはこれはないとできないので、あ、この辺全部後ろにメモリの方に使ってる行ってるんで、あのすぐハードディスク遅いんだけど、あのたくさんあるんで常に仕込んであるので、よし、あ、ありがとうございます。はい、フォルダを、はい、はい、カフディフってでフォルダが出てきたらそれをあのコピーしてください。あとひょっとするとあのボーノって書いてあるフォルダが出てきて、その中ダブルクリックするとカフディフってある場合があります。はいはいはい、ごめんね、そこで、あ、どうぞ、はい、変な感じですいません。なんかでも8ギガあるんです、それ。いや、だいたい景品でしか USB ももらわないから。エクスプレッションの下に入れとけ。あ、どこでもいいんですけど、エクスプレッションの下が分かりやすくていいと思います。はい。不慣れな人はその方がいいですね。はい、あの慣れてる人はあのディレクトリの指定を変えるだけなので、あ、ここ変えればいいんだなっていうのを思いながら。はい。これの人なかったかもしれないんですけど、これの人なかったね。あった、なかった。多分同じですよ。
同じやつ、まあ基本同じやつです。大丈夫です。はい、はい、まだ行き渡ってない人。これエクスプレッションの下にあって。そうです。あ、ありがとう。はい、あ、いい。はい、はい、はい。なかった方。まあ、あ、いいですか。そしたら、カフディフの結果をカマーバンドっていうので作図を、やっていきます。まあ、多分 R の軌道で説明が多分しといた方が時間が節約できる。そうですね。うん、で、昨日 R スタジオっていうのをインストールしてますよね。で、R スタジオを起動させましょう。小さいですけどアプリケーションの中に R スタジオっていうのがあると思うので起動をしていきます。ちっせえな。終わってない人いませんか？大丈夫ですよ。で今117ページの黄色い四角のとこからスタートですけどバイオシライト。あれそうですか。ソースしないだめ。あ、そうかそうか、そうだそう。ね。テキストだと4、これだと48ページでいいのかな？ 48 ページのソースなんとかって書いてあるあたりですが48ページの真ん中下あたりにソース HTTP なんとかって書いてあるんですけどこのおまじないをしないと多分多くの人がこけると思うのでそれを打ち込むんですけど打ち込むと多分ミスるんでそういうことねインストールこれいいかな。ここに書いた。こうですね。はい。こう。それをコピペした方が早いと。こうです。あ、戻っちゃった。いいですか？こうよ。ピッて。このおまじないをまず止めないと、バイコンダクター使えない。やり方わかんなかった人。まあ、これ自分で打ち込んでもいいんですけど。もう一回最初からやると、バイオコンダクターっていうので検索してもらって、でそうするとこのバイオコンダクターのページに行きまして、こうですね。で、インストールっていう真ん中ら辺にインストールバイオコンダクターってあるので、ここをクリックするとこのソースなんとかっていうこ
ここですね、ソース https のバイオコンダクター .org バイオシーライト .r っていうのをこうやってコピーしてコントロールコントロールじゃないアップル C かしてここで打ち込みます。でそれが終わったらバイオシーライト、こう R スタジオ便利なのはですね、こうやって保管機能がついてるんでこうやってやるとこう分かった時点でこうなんか助けてくれるところがすごくいいところですね。でバイオシーライトのカマーバンドでやるとインストールとかが始まりまして、はい、でこれに従ってライブラリーのカマーバンドでアップデートその1行とか前は何て書いてます？多分前にそれインストールしたことがあって、はい、それのやつで、それがだいぶ前だったらイエスにした方がいいし、最近だったらですね、これはイエスでいいかな、はい、あオールにしちゃってください、アップデートした方がいい、オール A、はい、なんか聞いてきた人場合にアップデートがこれ必要な、ライブラリ新しくなってるよって言うんですけど、大体の場合はアップデートその場でした方がいいんですけど、アップデートにも時間がかかるので、まあ急いでる時はノーでもいいんですけど、そのライブラリがちゃんと動かない可能性があります、ね、最新でね、あれ自分のエクスプレッションのやつのディレクトリってどこに作ってますか、うん、ディフの綴りが間違ってるような気がしますけど、あ、これはスペルが違いますね、CU MER ですね、ディレクトリ自分のやつ足ります、はい、いや、だいたいそんなもんなんです、はいはい、あります ありますか、あ、じゃあ、単に綴りこれもね、はいはいはい、例えばスペル間違ったら上矢印を押すと1個前のヒストリーに戻る、あのヒストリー機能ってなって上矢印を押すと、ちょっと待ってね、こうやってそれまでの歴々機能が出るので、でこうやって矢印で戻っていって間違ったところを直して、もうできている人はどん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 この117ページに載っているものをやってみて、
最新版だとこれ動かないかもしれない、カバー版で。この GBiz ってちょっと何だか分からないので。R のバージョン新しすぎて、多分 GBiz っていうパッケージが追いついてない可能性がある。ああ。3.2.3。動いてますか？それ多分前のインストールしたことあります。何ですか？今やりました。まあ、全く初めて。やったことがある。だからその時にインストールした時に動いてちゃんと入ってるから、いける。これ結構更新が激しくて、GBiz をロードできませんって出るんですけど、 GBiz っていうのを単体でインストールしようとしても、うん、この R のバージョンに対しては動かないって出てしまって、うんうん、今ちょっとだからこれこの最新の R に対してはカマバンドが入んないかもしれない、これだから R のバージョンを1個落とすっていう手段があるんですけど、ですよね、これ他にうまくいかない人います？いかないよね、やっぱそうです。だから R を、GBiz、うん、R のバージョンを1個 3.2.3 だと 3.2.2 に落としてこれやった方がいいかもしれない。最新に追いついてないんです。こういうことが割と起きて、ライブラリって1個だけじゃなくて複数に依存してるんですけど、全てがちゃんとメンテナンスされてなくて、こうやって落ちちゃうとか、R のバージョン上がったのにライブラリのバージョンをこう上げないといけないんですけど、それが追いついてない可能性があるんです。でだから普段前から使ってるとその時にインストールしてて異なるんですが、ちょっとそう R、はいはい、1個古いのを見ます。めんどくせえな。めんどくさいね、しょうがない、しょうがないな。ちょっと見せて、こっからダウンロードしてってやるしかない。うん、うん、するんだけど、ちょっと R を R 言語とかでやればいいかしら。 R でいいと思うんで、普通に出た。これです昨日インストールしたんですけど、なんか出てる。昨日 3.2.3 出たじゃん。今日なんか 3.2.4 が出てます。ベリーセキュア何が出ますって言ってんだね。あれ 3.3 はサポーズドリエディケーショナルプレジリース。おかしいな。これ古いのってひょっとしてない？赤い。どうだったな。この辺に行くとあったりするかな。うん、ちょっとこれディスプレイがに合ってないです、サイズが。ここにあと1個しかないな。いけるかな。一個前にするしかないですね、これ。これに。これ？けどやる？スノレパ用だな。アーカイブドはない。これか。オールド、うん。一番下のこれですかね。3.2.2 です、ね、これですかね。これですね、はい、で落としますか。はい、
動く人はそのままでいいんですけど、動かなかった人はこの1個古いやつをあのダウンロードして入れてみたら動くかもしれないです。で前にインストールしてると多分動くんですけど。どうですか、多分上書きでアンインストールしなくてもいけると思います。はい、危険だな。ああ、こっちが回るか。あ、ですね、僕が配ったやつはすでにこの DB ができてるんですよ。だからです。カフってやって何か出ないっていうのはすでにデータベース作ってあるからです。お渡したやつはデータベースが入ってるんです。で、なんでそういうふうにしてるかっていうと、これすごい時間かかるんで、あの講習会用にこれあの作ってあるんで、だから気にしないで次に進んでみてください。はい。何もなくても、あの次のイズカフってやって、なんかあの 6個サンプルがあるとかに出たら、あのそれがあの正しいですか。出ました。イズカフってカフセットって出たんですよ。出たんです。だからカフってやってみて。カフ。次。そうすると、こういうサンプルが6個あってって、あのカフ リターンってやって、6サンプルで出たら、ただあのちゃんと。できてますか。もうできてるじゃないですか。正しいんです。はいはい、うん。前にやってると出ないね。確か。出ません。私も前にやってから出てません。これってあの、うん、カフディフのディレクトリーを最初に読み込むと非常に重いんですけど、毎回毎回読み込むと大変なんで、あのキャッシュを作る、データベースを作るんですけど、.db という拡張子、それがすでに皆さんに渡したデータに入っているんです。だからです。R スタジオはいいですよね、そのままで。R スタジオは、なんて、さっきの、R のバージョンを落としても、R の。落としても R スタジオは一緒です。一緒ですよね。R スタジオはインストールし直さなくて大丈夫ですけど。まあ、多分、こける人は、ここの最初の、この辺かな、カフのリードカフリンクス XT データパス打った結果あたりまででこけるはずです。で、ここまでいったらもうあとは多分スラスラです。昨日 の、 まあのアンケートを見ると皆さん R はなんとなくやってるようなので釈迦に説法かと思いますが、ここでまあカマバイオシーライトとかライブラリーあたりでこうカマーバンドを実際にこう呼んでるわけですね。で、
初回だからこれの前にカマーバンド、このバイオシーライトってバイオコンダクターの中にカマーバンドってのがあるんですけど、そもそもバイオコンダクターをこの、 あの R スタジオというか、まあ普通の R だと素では知らないので、そのバイオコンダクターのありかっていうのを、あのここの前にソースのバイオコンダクター、https バイオコンダクター .org なんとかって言って、教えてあげて、そこにも情報源がありますよっていうのをこの、まあ、R っていうか R スタジオにというかに教えてあげると。でそうするとバイオコンダクターについてこの、R スタジオとか R は分かる理解というか情報取りに行くようになるので、このバイオシーライトって書いても、まあ、バイオコンダクターだなって解釈できて、まあ、この先が進むわけですね。で、R を使ってるとしょっちゅう出てくるのはこの setwd ってやつで、セットワーキングディレクトリの略だったような気がするんですけど、今この何ていうかな、ターミナルとかでも今どこにいて、そのこのディレクトリの下のとか上のとか、こういわゆるパスっていうやつを指定しながら、例えばコマンドだったりデータだったり教えて、それに対して処理しろよっていうふうにやると思うんですけど、 R も普通に立ち上げた段階だったら、いわゆるまあなんか R のホームディレクトリみたいなところにこう自分らがいるわけですよ。でそれはターミナルで見るホームディレクトリと R で見るホームディレクトリは違うので、その R に対して今どこですよっていうのを教えてあげないといけないので、このセットワーキングディレクトリっていうので、今自分がこのエクスプレッションのカフ、カフディフリザルトの下に、これなんかあれだな、ここアンダーバーがねえな、いますよってのを教えてあげて、で、あとまあこれおまじないですね。で、まあ、これも釈迦に説法かと思いますけど、例えばこうペーストとかあって、カッコでくくって、やると、このペーストっていう、まあなんか R のコマンドに、この中身を、渡して処理しろよってこと で、 でこの、三角括弧とハイフンで、まあ、矢印にしてますけど、その結果をこの EXT データパスに代入するっていうのがこの矢印に見える三角括弧とハイフンですね。ん？どれがですか？ここ、ペースト何ペーストしてるの？はい。でも一応ここに書いてあるんで、このまま今説明をしてるんですけど、そうそう、なんか意味ねえなと思うよ、確かにやってるんですけど。それで、ちゃんとそのなんだ、バイオコンダクターとか読み込まれると、ちょっともう一回やりますけど、こうもう一回やった方がいいかな、こうコマンドを打つ途中にこうやってアシスト機能が出て、で例えばこれだよって矢印でこう矢印キーでこう動かせてエンターって押すと、ここまで入ってくれたりして、まあなんかこうゴニョゴニョってこぼってる途中でこうやってアシスト機能が出してくれるのがすごい R スタジオのいいところですね。はい、であとはもうこれに従ってもうひたすらこの青い字を打っていくと同じようなことができて、ジーンズ、違う、それで、もうめんどくさいから先にやっちゃうと、電動のこ
はい、一応デフォルトの画面がこっちの左半分がコマンドとか打つ、まあ、なんかターミナルライクの画面になってまして、で右上に今例えばいろいろ代入してるんですけど、例えばさっき EXT データパスってところにこれを代入してるんで、その値がここで見れたりとか、あとこう右下のところに、こう今ファイルズとかプロッツとか出てますけど、ここをクリックすると、まあ、ちょっと切り替えられるんですけど、今図を書いたらここのところに、まあ、出るわけですね。あとはもう、あとはもうこうずっと青いのを打っていくだけでございまして、ここまで行けば行けるかな。ちょっと飛ばして、でさっきも言ったようにこの右下のところにいろいろ図を書くと出るんですけど、ここにこう左向きの矢印があったりしますよね。そうすると例えば1個前の図にこう戻るみたいなことができます。ちょっとここだと映んないかな。よいしょ。
例えばこれだとアダルトだけちょっとこう外れてて5710がだいたい同じクラスターでとか02が同じクラスターに落ちてみたいなのがこう解釈できるわけですね。でさっきのでこっちで見た方がいいかな。でここで待って、サンプルデータ。今、このヒートマップを書くのをちょらちょらっと、121ページぐらいまでやってるんですけど、ここでサンプルデータっていうのを取ってて、で遺伝子の ID に変えてて、でなんかジーンセットに入れてみたいなことをゴニョゴニョやってるんですけど、多分ここがみんな違うんじゃないかと思うんですよね。ここが遺伝子の名前でここが ID みたいな感じになってるんですけど、とりあえず何個か取ってみて、で、おのおのの、0日とか2日とか5日とかで、遺伝子のその発現の具合がどうかみたいなのこの遺伝子に関して、まあ、ヒートマップをこう書いてて、で一応そのアダルトだけちょっと例えば他のやつはこの辺りが赤くなってますけど、アダルトのやつだけここの辺が赤くなってて、ちょっと発現パターンが違うなみたいなのがこの電動ログラム、ヒートマップから見れるように、なってるという感じなんですけど、そう、すいません、私もあるむちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、ここの取り方とかが多分ここで変わってるんじゃないかなと思います。であとは、ものによっては例えばカフリンクスかけた時とか、バージョンによってそのマップのされ方とかが微妙に変わったりすると、この辺がちょっとずつ変わる可能性はあると。最初のデータ、はい、カッコサンプルデータというのは、はいはい、サンプルカッコの中はこうやって打つと出るかな。違う。これ確か、私も詳しくないんだけど、バイオコンダクタかなんかの機能かなんかで試しにその遺伝子リストを作るみたいな、サンプリングじゃなくて、持ってるセットの中からいくつか抜き出して、例えば10個だったら10個みたいな、やるたびに使わ違うってこと。それはじゃあどうだろうと思った時はもう一回やればよくて、
始めてしまいますけれども、あと30分ばっかり私がちょっと喋らせていただきます。で、ですね、さっき私が間違った説明をしまして、121ページあたりでこのヒートマップを書いたんですけど、ここのなんか遺伝子リストみたいなのが、出ると。で、これどこで見てるかというとずっと戻っていくと、120ページの上のところでデータのサンプルデータから始まってマインジーンズ ID なんとかっていうところに代入してとなってますけど、さっき私このサンプルデータって、今まで解析したものからいくつか抜き出して、とりあえずなんだろうな、あとあと使うようにいくつか抜き出してるみたいな説明をしたんですけど、そこが間違っていて、このバイオコンダクターの中でサンプルデータっていうその遺伝子セットみたいなのが実は持ってるらしくて、それを読んでいる。で、でこの先の、ID 取るとかいうところはまあゴニョゴニョするわけですけど、要するに、まあこういう図を書くわけですけど、ここで出てくる遺伝子っていうのはあらかじめバイオコンダクターが持っているこの、サンプルデータとして持っている遺伝子のリストがここに並んでいると。で、こっちの中身については今までか、トップハットカフリンクスってこうやってきたあのデータに対して、見ていて、そのおのおのデータに対してこの遺伝子で見ると発現がこんなでしたっていうヒートマップを出していて、で、これを見ると、0D257010 に関してはこの上から4番目あたりが、赤いんだけど、このアダルトだけは、この図の場合ですけど、その上から2番目のところが、なんか赤くなってると。で、これだけちょっと離れてるっていうのが、さっきのとか、これの1個前の、これかな、このデンドログラムでアダルトだけちょっと離れてたので、その結果を、一応それなりに反映してますねっていうような図になってますという感じです。訂正は以上でございまして、で、あとちょっとだけ補足をすると、ですね、図としては124ページのこれのなんか、おのおののデータセットの比較をしている分布の図を書くスクリプトというか R の、どうやって打てばいいのかっていうのはこの123ページに書いてあって、で ここで見ていくと、ソースのところはよくて、いくつか見ていくと、カフデータ2っていうところにカフデータの10列目14列目18列目20列目26目30列目を代入するっていうのがあるんですけど、その1個前がこのカフデータに対して、表を読み込みなさいよで、今まで作ったカフディフのファイルの中にこのジーンズ FPKM トラッキングっていうファイルがあるんですけど、このファイルを読み込ん で頭にラベルがついてるよっていうのを教えて、このカフデータっていうところにその表を読み込むってやってます。で、これの次がカフデータ2なんとかの図の、表のうちの、10列目と14列目とって、なんか書いていくんですけど、ここなんで10列目14列目なのかっていうのはちょっとここにわかにはわからないわけですけど、今さっきの1個上の、これね、これでカフデータに対して表を読み込むってやると、ここにちょっとお示しするだけなんですけど、データとしてカフデータ
っていうのがありますよっていうのはここに載ってます。でこの右に表のアイコンがあるんですけど、ここをクリックすると画面がちょっと変わりまして、今ここで読み込んだものっていうのがこの CAF データに入ってて、 CAF データの中身が Excel みたいな感じでこう表で見れます。でこれに対して1列目2列目3列目4列目12345 6ってやっていくと78910この10列目に ERR266335P0NFPKM っていうのはここに出てきて、でもうちょっといくと1234っていくと今度 P2 のやつの FPKM が出てきてっていう、この FPKM のとこ取ってるんですね。だからこの R スタジオを使うと表についこうやって読み込んだものについても R スタジオの中からこう Excel みたいな感じで一体これが何なのかっていう表が確認できて、でここを勘定してさっきのこっちかここでちょっと口頭で言うだけになりますけど、CAF データ2の CAF データの10列目14列目ってこの数字の列をこれを見ながら勘定して数字を打っていくっていうやり方が便利な感じになってます。ということでそこだけ補足をさせてもらって、で今のが CAF ディフの結果をなんだカマーバンドで、図にしてみていろいろこう可視化するっていうところをお示しました。でもう一個生物学的な解釈をするっていうのが次のデイビッドってやつで124ページからになりますけれども、これはまたターミナルに戻りまして、流れとしてはカフディフで、差を見たんですけど、それについて、この場合だったら0とアダルトだったかな、確か0日目とアダルトの違いだと思うんですけど、そうですね、126ページの黄色い四角のちょっと上ぐらいに書いてますけど0日とアダルトの間で優位に発現の差が見られた遺伝子のリストを作って、で、それの差のあった遺伝子がどういう生物学的にどういう関係があるのかっていうところを、このデイビッドっていうので見ていきます。それでで実際にやっていくのは125ページからで、またターミナルに戻りまして CAF ディフの結果を使うので、このエクスプレッションの CAF ディフリザルトって多分さっきお配りしたから皆さんあると思うんですけど、ここにまず行ってもらってですね、でそうするとファイルとしてはこうずらずらっとこんな感じであると思うんですけど、ここで見るのがよいしょ、ね、ジーンエクスプレッションディフっていうのがここにあって、これをちょっと使いますと。で、中身を見るのにいろいろコマンドがあるんですけど、行数が多分結構大きいので、この場合の125ページだとヘッドっていう、頭っていうんですよね、頭の何行かだけを見るっていうコマンドがこのヘッドってやつですけど、ジーンエクスプレッションディフの頭何行かだけ見るってやると、ここのテキストに書いてあるような感じで、結果が出ます。で、こんぐらいここでだけお示ししますけど、
こんな感じですね。で、ちなみにヘッドに例えばハイフン、ハイフン3とかやると3行だけ取るとかなってるんですけど、一番上が、まあ、ラベルがついてて、テスト ID、ジーン ID、ジーンって書いてますけど、テスト ID、ジーン ID、ジーンのローカスのなんとかの間とかのみたいな感じで、ここにラベルがあって実際のデータが2行目から、始まってるみたいな感じになってます。で、それのうちの、0日目とアダルトの差を見るので126ページの下から2番目の例って書いてあるところを、打ち込んでもらうと、これにはないかな。やんなきゃダメか。オークっていうのを使ってますけど、これの説明をすると。このダラー5っていうのが5列目っていうんですね。5列目が、ERR266335 アンダーバー P0 の5列目がちょっとここじゃ小さいかな。ERR266 早速間違えた。335だよね。335P0 でなおかつ何列目？6列目が ERR こうかな。266347のアダルトの とで なおかつ14列目がイエスでっての時に3列目を出力しなさいよっていう命令でございまして、こうかな、これで出るかな。こんな感じで、その結果に対してちょっと頭10秒だけ取るって今こうまじなしてますけど、そうするとこうやって、0日目とアダルトで、のさっきの表はだから0となんとかの違いがどうこうみたいなのをこうやってるわけですけど、そのうちの、0日目とアダルトについての差だけ抜いて、でしかも、14列目に、14列目は何かっていうと、この上のところのシグニフィカン、126の上のところに説明がありますけど、シグニフィカントって書いてあって、まあ、有意差があるものだけを抜いてきたときに、3列目のこう上を見るとジーンっていうところだから、遺伝子の名前、こういう遺伝子の名前を抜いて
来てくださいよっていうのを多くでやらしてると。で、ジンエクスプレッションディフから抜きますっていうのがこの辺ですね。で、プログラミングをやる人だと、例えば Perl とか Python とか Ruby とかいろいろあるんですけど、あとシェルスクリプトとかだとでもできると思うんですけど、こういうなんかタブ区切りみたいなやつで何列目だけ抜いてくるっていうのは、この場合は多くを使ってるんですけど、例えば私なんか Perl でプログラミングするので、Perl で5列目が何とかで6列目が何とかでって、それはちょっとだいたい書き方としてはこの感じで、ちょっとこう記号とかが変わるわけですけど、まあとりあえずこの場合は多くを使って抜いていて、別にここは Perl だろうか Python だろうが結果は変わらないので、まあこうやってやるわけですね。で、そうすると今ここにハイフンって出てくるんですけど、これって何かっていうと、遺伝子の名前がついてないもの、ついてないってのはちょっと言い方おかしいんですけど、遺伝子の名前としてアノテーションファイルに書いてないと、こうやってとりあえず遺伝子名のところ飛ばされちゃうので、ハイフンって書かれちゃうわけですよ。で、だから今のところでグレップっていうコマンドがあるんですけど、これは抽出するコマンドで、普通はこういう感じの使い方をするんですけど、結果に対してハイフンがあったものだけ抜き出すよみたいな感じで書くんですけど、この場合はハイフンが、ハイフンのところは飛ばしたいので、飛ばしますっていうのがハイフン V っていう、オプションをつけると。でそうするとさっきのリストが。こうやってさっきこの辺にちょろちょろっとハイフンが出てたと思うんですけど、グレップのハイフン V でハイフン出たら飛ばせって書いたので、ハイフンは出てこないと。でこれの結果をこの、こっちか、三角括弧で持って、この場合だったら GNXP の DEG のテキストっていうので保存するってやると、今これ頭10行だけ取ってますけど、全体に対してジンエクスプレッションの、まあ、減ったものかな、なんかのテキストっていうのに保存されて、どういうことかな、ここにジンエクスプレッションの DG のテキストっていうのができて、まあ、中身を見たかったら、この場合、このテキストにはモアって書いてますけど、モアとかキャットとかレスっていうので、こうやるとこういう遺伝子のリストができるわけです。でこれが、まあ、発現差のあった遺伝子リストなので、これに対して生物学的な解釈をしていきましょうという感じで、そのためにはデイビッドっていうのを使いますけど、それはブラウザでやっていきます。で新しいタブ開いて、デイビッドって小さいですけど、デイビッドで検索すると、小さいな、デイビッドで検索すると一番上に出ますかね。結構なんか一般的な用語だと思うんですけど、私の場合だったら一番上に出たんですけど、出ると思います。まあ多分一番上に出ると思います。でクリックをすると、まあ、こういうページですね。でまたはそのやり方については、ここのテキストにも127からずっと亜成構成って書いてあって、先に進めますし、あと昨日から多分出てると思うんですけど、統合テレビっていうのを僕らで作っていて、その中にもこのデイビッドの使い方はちゃんとムービーでここをクリックしてくださいっていうのがあるはずなので、後で復習がてら
そっちも見てもらえたらいいと思うんですけど、まあ、これに従ってやってもらえばよくて、どんだけ耐えれるか。あ、そうですね。みんなでパッとやっちゃうと昨日みたいに落ちちゃうので。やると多分落ち。まあでも やってみましょう。これ大丈夫かな。皆さん真面目だからこう私と一緒にやっちゃうかもしれないけど、全然先走って、やり方は全部ここに書いてあって、ここはもう全然引っかかることなくいけるはずなので、先走ってやってもらえたらいいんですけど、スタートアナリシスをして、どこだったかな、ファイルをアップロードしまして、これは今ここだよね。あれ、行方不明。アップロードして、でその下の、アップロードしまして、この下がどんなものをアップしたかっていうのの、いうののリストがあって、これ何だっけな、ピアルシンジンオシャルジンシンボルでいいかな。で遺伝子のリストでサブミットってやると遺伝子のリストがアップされまして、なんか起こってきたぞ。なんだこれ。ああ、複数の生物種が含まれてますって言ってますね。はい、人ですってやって、その下のこれを使います。で、今この左側にですね、何に対して解析をするかっていうのはこの辺でゴニョゴニョしまして、で実際にかけていくものっていうのが、ツールっていうか、ウェブツールがこっちの右側に出てるんですけど、ファンクショナルアノテーションツールズをやっていくので、ここをクリックしてピッとやりまして、そうするとゴニョゴニョっと計算がいきまして、例えばディジーズとかね、疾患とか、あとジーンオントロジーっていうのが割とよく使われるやつですけど、ここのプラスマークを開くとゴニョゴニョっと出てきて、こういうなんか生物学的な解釈をつけるので、ジーンオントロジーっていうこれ用語集なんですけど、例えば脂質代謝とか細胞分裂とかそういうものですね、そういう用語集があって、遺伝子とその用語の対応、まあ、例えばこの遺伝子が脂質代謝に関係がありますよみたいな対応表を持ってるんですね。
で、アップロードした遺伝子のリストの中で、どれが当たるかっていうのを見て、で、当たったものに対して、これが当たったなっていうのをまあリストにして、そのグループ分けして、表示を指すっていうのがまあなんかこの辺なんですけど、よく見るとこの GO ターームの BP とか CC と MF ってのがあって、これちょっと最初分かんないと思うんですけど、この BP っていうのはバイオロジカルプロセスで、MF はモルキュラーファンクションっていうやつで、まあなんかこのあたりに例えば脂質代謝とか、細胞分裂みたいな用語が入ってます。であと CC っていうのはセルラーコンポーネントの略で、いろんな遺伝子が例えば細胞膜にありますとかミトコンドリアにありますとか核にありますとかそういうのがこのセルラーコンポーネントに入るという感じになってます。で、このまたテキストにちょっと戻ってこれに沿ってやると、まずディジーズを見ましょうって書いてあるのでディジーズを開いて、ジェネティックアソシエーション DB ディジーズを押せと書いてあるのでチャートをクリックすると、なかなか進みませんけどこのテキストで結果が、まあ、出てますけど、ダイアビータスタイプ2っていうのがこの本だと一番上に出てきてて、まあなんか二型糖尿病ですねとかこういう全然進まねえな、もう一回やってみようか。みんなで一斉にやってるからかちょっと進まないですけど、まあ結果は他もいろいろ見ますけど同じような感じでこうバーが出ます。で、一応その右側見ると P バリューとかいうのが書いてあって、アップしたリストのうちの何個当たったかとかあと P バリューがいくつかみたいなのが、ここのところに出て、あ、なんかアップしたやつはこういうのに関係があるんだなっていうのが、まあ、分かるという感じになってます。でなんかちょっと負荷をかけるような気がするけど、次の例がそのさっき言った GO タームで、いくかな、これでダメですね来た。ちょっとこの テキストとなんかこれが違うけど、こっちの出してるやつで見ると、セルラープロセスとか、ディベロップメンタルとかなんとかこういうのがいろいろ書かれるみたいなのがこう出てまして、でこの辺に P バリューとかがこう出てるわけですね。なので0日目 と、アダルトで比べたときに何かこういうところが、まあ、さっきの例でいう とその糖尿病に関連しているような遺伝子が何、まあ、か変動してるんだなっていうのがこういうところから見えるわけですね。であとパスウェイについての例が載っていて、パスウェイズがどっかにありますね。さっきのこのリストの中でもう一回戻るとこうですね。でここのパスウェイズのチェックパスウェイのチャートをやると出てくれるかなと。これまたなかなか進みませんけども、
同じようにどのパスウェイに関係があるのかっていうのがこうあのバーの出るような今 GO タームとかで見せたような感じのでこう一回出まして、まあ、こっちか出ましてでここで実際にこう中身ピッてやると落ちた来た。なんかちょっとテキストと違う例だから同じ例の方が良かったかな。これは戻れないのかな。まあいやちょっとごめんなさい。例が違うんだけど、こうやって実際のテグのパスウェイの図が出てきて、で、ここにもあの説明がありますけど変動があったやつがこう星マークがチカチカして、分かるような形で、実際のパスウェイのどのあたりに効いてて、どこが変動してたかみたいなのがこれで見て分かるような仕組みになっていますという感じです。でこういうあのデイビッドみたいなのをあのジンセットエンリチメントアナリシス GSEA っていう解析なんですけど、普通の例えばカフリンクスでとかカフディフでとかこうやるとなんかこう文字列だけゴニョゴニョしてる感じなんですけど、個々の遺伝子がどういう生物学的な意味があるのかっていうのをこうやってデイビッドでもって、解釈できるような仕組みになっていますという感じで、私のところは以上になりますが、特にその午後のあたりで何か質問はありますでしょうか。これってモデル生物ですね、最初のアップロードするときに、あれ変化いかんない、こうだ。最初ここであのアップロードするんですけど、ここに ID 選ぶところがあって。ID のタイプね、例えば、アフィメトリックスのなんとかとかアジレントのマイクロアレイのなんとかっていうのがここで選べるようになってます。で、この中に例えば、これ Z フィンってあのゼブラフィッシュとかですよね。であとワームベースとか、テアーとかこういう ID が入っているのでこういうやつはまあ基本的には受け入れられると。で次のステップでこのこのテキストで言うと、アップロードした後127ページの下のこの一番下の図のこの丸1っていうところに生物種のリストが出るんですけど、そのアップしたのが例えば100の遺伝子をアップしたとしますよね。でそのうち、ここの、どの生物種に当たったかみたいなここに出るんですけど、その数字がすっごい少なかったらなんかちょっと解析してて大丈夫かなって思うじゃないですか。でそういう時は、こういうので受け入れられそうなモデル生物に、遺伝子を変換してっていうのかな、まあ、この場合は名前で当ててるから名前が一緒だったらあの例えば植物だったらアラビみたいなのにこうアラビの名前みたいな感じのに直しちゃうか、もしくは、まあ同じ名前がついてたらアラビだなってこっちが解釈してアラビとしてこう上がってくるんですけど、そうやってある程度数字を上げていけば非モデルでも大丈夫です。じゃあ私のはここまでにして、いろいろあのゴニョゴニョだと思うんですけど、あの後であの休み時間とか終わった後とかこの講習全体終わった後とかにもサポートしますので、質問は受け付けます。ありがとうございました。